はい、始まりました。石門ジャップ TV より、週の半ばでございますが、我が軍三賀の試合のレビューのお時間でございます。えー、そこで今回取り上げるのは、2024年から、 J1, j, j 3 J3 60チーム編成の一発勝負のトーナメント方式となりました。2024年ルバンカップ、ファーストステージの2回戦、J3 に所属している AC、長野パルセーロバーサス、一応 J1 に所属しております。まあ、我が軍、京都さんが FC 戦のレビューをアーダ・コーダ、覚えていきたいと思っておりますので、よろしければ、ライジオ感覚でお使いいただけると嬉しく。 思います。 なお、このゲームに関しましては、リアルタイム視聴ライブ配信の方もお送り届けておりまして、3時間の長いライブ配信、お付き合いいただきました。視聴者の皆様、ありがとうございました。まあ、最大500人ものですね、視聴者の皆様が、えー、集まったということで、まあ、おかげで楽しく、えー、過ごすライブになりましたが、ただ待ち受けていたのは最悪のシナリオ。まあ、そんな最悪なシナリオをですね、簡単に振り返っていきたいと思います。 まず試合結果に関しましてはこの通り3対2で長野逆転勝利一方我が軍さんが120分かけてじっくりい逆転負けもうため息すら出ません もはや、もう悔しさの限界は超えたと言っていいでしょう。もう呆れたというね、表現が近いかもしれません。まあ悪い予感はね、正直していたんですけども、まさかここまでですね、えー、最悪なシナリオが待ち受けてるとは思いもしませんでした。まあルヴァンカップのね、やっぱトーナメント、これ、 初戦敗退ですので、実質我が軍参加からしますと、まあ、今後ね、ルヴァンカップで、まあ、出場機会が少ない選手たちのね、えー、まあコンディションをまあ戻す場がなくなった。 えー、そう考えてもですね、損失がですね、非常に大きい、え初、ー、戦敗退だったのではないでしょうか。まあ、そこで、ま、試合の流れをね、振り返る上で、えー、両チームのスタメンを簡単におさらいしていきたいと思います。まず、長野のスタメンからですが、 えー、元サンガのコーチを務めていた高木監督のもとへポジション設定は361。え、ゴールキーパーに関しましては、まあ、超人、キムミの選手。まあ、これは後ほどですね、触れていきたいと思います。で、3バックは右から池谷選手、大野選手、杉井選手。で、ダブルボランチ西村選手、小賀選手。そして、両ウィングバックには、えー、まず右サイドへ左利きの小西選手を配置し、そして左のウィングバック にはえ右利きのサンガアカデミー出身の田中康介選手を配置でアタッカーに関しましてはえ8さんだ選手山中選手そして最前線に受けた選手 <laughs> そして一方、我が軍参加のスタメンでございますが、長基監督の元今節はメンバーの並びだけ見たら、まあ、ディフェンス出身の選手が非常に多いので、3、まあ、バックかなと思ったんですが、まあ、特に肝となるのがまあ鈴木凍一選手の、まあえー、配置ですね。まあ、明らかに鈴木凍一選手がもう右のウィングにです、ね、配置されておりましたので、まあ、試合の入りから見ても明らかな、ねまあ、4−3−3 システムと、凝り図のまあ4 3 システムを採用しております、まあ、そこで、えー、メンバーの配置ですが、ゴールキーパーに関しましては、えー、バルネロ・ハーン選手、まあ、今シーズン公式戦、初出場となっております。そしてディフェンスラインに関しましては、右から4枚、えー、リーグ戦から唯一のですね、えー、ルーバンカップ継続出場の宮本選手、そしてディフェンスライン、このセンターバックですね、えー、松田啓太選手とミサオ選手のですね、新しい2センターバック、まあ、ビルドアップの分に関しては、 ししまたこの二人ですね、このゲーム非常に存在感を出していたと思います。そして左サイドバックには、えっ、ー、と、飯田選手、飯田選手もですね、まあ、前回の えー、あの、プレイシーズンマッチの同じくね、長野戦と比べたら、このゲーム、急成長しておりましたね。えー、プレイシーズンマッチの時はですね、正直プロの舞台厳しいんちゃうかなってね、個人的に思ったぐらいだったんですが、この、ルヴァンカップにおきましては、明らかなですね、まあ、急成長。ま、あの、 まあ、ボールの、まあ、あの、受ける位置、ます、あ、大外に張ってからの差し込むくさびパスに、あとは中に入っての中継地点になる動きであったり、まあ、玉際の部分に関しましても、プロ仕様にですね、えー、成長している姿が見れて、イ田選手に、 最初はですね非常に嬉しい気持ちになった次第ですそして中盤に関しましては、えっと、3枚、まあ、ロマンロマンな中盤でございますね、えー、そこに福岡選手インサイドハーフに平戸選手八千田選手の三が、まあ、サ,サポーターの皆様が、えー、待ち浴びた、まあ、中盤のラインナップなのではないでしょうかそして最前線には右から、えっと、鈴木斗一選手一味選手、えー、平賀選手のラインナップとなっております そこで試合の流れですが、前半の立ち上がりはもう完全に京都のゲームだったなと、前半だけでもね、シュート10本、枠内シュート4本で、ビッグチャンス多数でございました。そこでね、ペースを掴んだ理由としましては、マンツーマン気味のハイプレスがもう完全に刺さりましたね。長野の3バックに対して、京都の前線の3トップ、平賀選手、一味選手、鈴木 一選手まあ、特に平賀選手がまあ特にスイッチとなっており、まあ、平賀選手を避けるようにですね、まあ、サイドに追いやってからの、まあ、サイドから苦し紛れのね、えー、展開に対して、まあ、サンガも全体的にですね、もう、 超コンパクトな陣形敷いておりましたので、まあ、ミドルサードで、長野の苦し紛れの展開に対して、えー、サンガの、まあ、中盤もしくは、まあ、センターバックの選手が拾う展開がですね、まあ、三差で、まあ、そこからリズムを掴んでいく京都、まあ、長野がね、まあ、基本的に、 もう、まあ、プレーシーズンマッチでもそうだったんですけども、まあ、後ろからで、まあ、丁寧に組み立てするチームでもございましたので、まあ、参加のハイプレスが死骸があるっていうところ、これがね、まあ、前半も立ち上がりも完全に噛み合ったなと、まあ、そこで、えー、特に個人的にですね、印象を残った選手としてですね、取り上げておきたいのが、まあ、カテゴリーの差をね、見、見せつけたと言ってもいい、まあ、一味選手でございますね。一味選手、このゲームも強烈でございましたね。 まあこんな戦勝にほんと待ち浴びてたと言いますか。 ま、原選手以外でですね、ま、ゴール前で、ま、強引に、ま、自らシュートフィニッシュ持っていける選手ということで、ま、そんな一味選手の存在感を出したですね、え、ゲームの入り、ま、ポストプレイもね、え、ま、前後半通して素晴らしかったとともに、ま、相手の選手にマークつかれながらも、この強引にですね、持っていくシュート、ま、ペナルティリア外からですね、一回、ま、強烈な無回転シュート放ったものの、ま、今節のですね、この長野のゴールキーパー、キムミノ選手はもう超人的でございましたので、 ま、止められて得点にはならずでございましたが、ま、あとはね、抜け出しての、まあ、シュートフィニッシュもあり、えー、まあ、前半12分でしたがね、えー、このキーパーとの1対1になったんですけども、ちょっとカットインしちゃいましたよね。まあ、カットインしながらも、まあ、相手の選手2人、えー、まあ、間に合ったものの、相手の選手2人剥がしてのシュート、まあ、ここあたり、体のキレを感じたものの、これもね、スーパーセーブの前に得点いたらずでございました。まあ、結果的に一味選手はね、このゲーム、えー、得点取れなかった ったっていうのががね個人的にめめちゃめちゃゃショックでなりませんがただ、えー、体のですね調子は非常に良さそうと感じた一味選手の出来でございました。まあ、そんな一味選手がね作った、えー、チャンスから獲得した、えー、コーナーキックの流れで、まあ、前半13分、京都先制でございます。宮内田選手のコーナーキック、まあ、ファーサイドにミサオ選手が折り返し、まあ、平賀選手が混戦で粘っているところを、えー、飯田選手が押し込み、まあ、京都が先制。飯田選手がまさかの先制だ とまあ、驚きを隠せずでございますが、まあ、飯田選手、本当におめでとうございます。まあ、そんな流れ的にもですねいい展開からまあセットプレーで得点と、まあ、今シーズン、京都らしくない形で1対0の流れからですねまあ、京都を畳みかけます。まあ、印象残ってるのはですね まあ、前半25分のシーンでございますね。まあ、ロマンな中盤と言いますか、まあ、福岡選手スタートで、まあ、平戸選手がね、3人、長野の選手3人に囲まれてたんですけども、そこにですね、えーえー、福岡選手差し込み、まあ長野の、長野の選手を、まあ、平戸選手に、えー、食いつかせて、まあ、平戸選手がまた福岡選手に、 返すんですが、そこから福岡選手がですね、まあお隣、もうお隣レベルにね、近い距離から似た松田選手に、えー、パスま展開し、そこから松田選手がですね、 えー、長野の選手二人をですね、まあ、逆を取るように、ドリブルで剥がしていき、まあ、そこからですね、一気に、えー、松田選手から八田選手に差し込み、そして八田選手からですね、えー、これ、平賀選手へスルーパスでございますね。で、平賀選手抜け出し、キーパーとの1対1も、もう早めのシュートフィニッシュだったんですけども、えー、これまたね、キム・ミノ選手のですね、横っ飛びセーブの前に、え、得点に至らず、まあ、この前半25分はね、各選手の、んなんか、あの、 特徴が本当に現,現れているシーンでもございましたので前半25分、まあ、サンガのロマンな中盤で,ですね必見でございますし、まあ、福岡選手、平戸選手松田選手のこの,ああの,中,あの中央を、ねまあ、突破するこの駆け引き等がです、ね、非常に、えー、素晴らしく、まあ、あのリーグ戦におけるサンガには、えー、ない形でもございましたので非常に前,あの前半25分のシーンは、えー、ワクワクしたし次第でございます。 ま、そんな素晴らしい流れから2分後え、前半27分に3が追加点でございます。コーナーキック2本連続続き、まあ、平戸選手のキックのところですね、え、ど真ん中で、ま、平賀選手が、ヘディングでドンピシャのですね、シュート、まあ、これが決まり、3がが先生。まあ、ここあたりはね、長野の、ま、ゾーンディフェンスのところですね、うまくかいくぐったとともにですね、まあ、平戸選手の供給する、ま、ボールの質が素晴らしかった。まあそんな サンガの追加点だったのではないでしょうか、合、ま、わ、あ、せて平賀選手に関しましては、えー、今シーーズン公式戦初ゴールおめでとうございますます、あ、そんな平賀選手としましては、まあ、得点を取ったですね、まあ、気持ちよさも相まって、まあ、前半通してまあハイプレスはとどまることなかったです。ただ 前半38分、まあ、平賀選手せっかくのハイプレスあったもののですね、えー、サンガー、えー、失点でございます、えー。平賀選手のハイプレスに、八千田選手がですね、連動できておらず、結果的に八千田選手のところで入れ替わられて、まあ、左サイドに展開。で、その左サイドに待ち受けていた長野の、まあ、サンガーアカデミー初心の田中選手のカットインからのクロス。まあ、これ対峙していたのが鈴木統一選手だったんですが、これもちょっと簡単に上げすぎた感はあったかな。 あと、中で、ミサオ選手の手前で、長野のサンダ選手にヘディングで先触られて、ニアでヘディングで合わせられ、ファーサイドにねじ込まれて、京都としましては出し抜かれた形及び、ちょっとね、一瞬の気の緩みの部分でですね失点を許してしまい、前半は、 ほとんどのペー、ほとんどね、京都ペースで挑むことができていたにもかかわらずですね、まあもったいない形でですね、2対1で折り返すことになってしまい、まあ迎えた後半、後半に関しては、まあ非常に評価がまあ難しかったですね、まあというのも、 まあ、チャンスらしいチャンスは作れず、そして、まあ、2失点しているという面では、まあ、当然、まあ、前半に比べるとも失速しているという見方できるんですが、ただ、えー、まあ、いい材料もございまして、まあ、後半の入りに関しましては、 まあ、完全に都ボール握ってましたね。まあ、ビルドアップに関しましては、リーグ戦にないですね。まあ、素晴らしいものがあった印象がございます。まあ、特にやっぱセンターバックですね。まあ、ミサオ選手の、まあ、展開力と、松田選手の、まあ、運ぶ能力ですね。え、これも相まってですね。まあ、長野の、まあ、プレス、まあ、的を絞らせなかったですね。まあ、松田選手は基本相手の逆をつくドリブルから差し込むことできるし、まあ、ミサオ選手に関しましては、まあ、基本視野 広いんでまあ、そこから、まあ、左足の精度も高いので、えー、まあ2列先に差し込むまあ、パスからのですね展開っていうのが多かったので、えー、長野の選手をきょ走らすことに成功したんじゃないかなと、まあ、ただ一方、サンガに関してはねハイプレス、まあ、弱まっていたということもあるのでまあ、そこ辺りはまあトントンではあったんですが、まあ、サンガが、ね、ハイプレスがまあ,あの うん、弱まっていた分も、逆に長野に、うん、後半に関しましては運ばれて、えーまあ、お互い、まあ、いいところはあったんですがお互いのいいところで、まあ、潰し合ったっていうところで、まあ、後半はなかなか動きはですね、えー、なかったんですけども、 そこで、ま、両チーム、ま、京都に関しましては、ま、突き放そうと、長野に関しましては追いつこうと、ま、選手交代、ふんだんに使い切ります。ま、そこでですね、ま、82分、ま、その選手交代が京都としましては、裏目に出たかなと、ま、マルコ・トゥリオ選手がね、奪われたところからきっかけにですね、え、ま、長野の、ま、一時攻撃、二次攻撃と何度もですね、セカンドボール拾われ、ま、マルコ・トゥリオ選手がね、しっかりプレッシング行ってたんですけども、奪い切れなかったですね、 こいる選手が2回連続、まあ、プレッシングレース奪い切れず、まあ、特に2回目のプレッシングに関しましては、しっかりハイプレスかましていたので、まあ、長期で監督の言葉を借りるんだったら、まだ、あ、抜き切られるんだったらいいと、まあ、次の選手が予測しやすいからっていうところだったんですが、その次の選手がですね、やっぱ後半の今日とハイプレス弱まっておりましたので、まあ、連動できず、大外を、まあ、リズムよく繋がれてからの一気に中に展開、まあ、そこからあさんがスライド間に合わず、スライド間に合わないうちにですね、 西村選手がさらにですね、逆サイドに展開、まあ、右サイド、まあ、ドフリーで待ち構えていた黒石選手の、まあ、スーパーボレーも、これはね、はバルネロハーン選手からするとまあノーチャンスでございますね。あそこまでね、左右揺さぶられてからのいきなりズドンでもございますし、参、ま、加、あ、としましては、えーまあ まあ、まあ、悪い位置での奪われ、そしてハイプレス引っ掛けられず、そして連動もできず、そしてスライド間に合わず、そしてまあボールウォッチャーなりすぎずというところで、まあ、失点に至る原因がですね、あまりにも多すぎた82分のシーンでもございましたので、まあ、後半のですね、まあ、特にハイプレスが弱まっているところの積み重ねがですね、もうまさに現れてしまった、まあ、終盤の、まあ、今シーズンの3画、まあ、を象徴する、まあ、失点の仕方だったのでは、 ないでしょうかまあ、あまりにもね、失う時間帯がですね、悪すぎましたので、まあ、途中出場のね、松田天馬選手が、まあ、執念見せつけるですね、えー、まあ、ハイプレイスかましましたが、まあ、その他の選手が、まあ、連動しきれず、90分のうちに決着つかず、まあ、まさかのね、延長突入ということで、延長に関しましてはね、延長も前半は京都、まあ、後半は長野というね、ゲーム展開で、 特にマルコ・トゥーリオ選手と安西選手の躍動でございますね。マルコ・トゥーリオ選手はね、抜け出してのチャーのチャンスもあれば、あとは、えー、あの エリア内で、まあ、細かく足裏でですね、ボール引き寄せて、シュートフィニッシュあるなど、まあ、ふんだんに技術力の高さは見せつけたものの、いかんせん、シュートに関しましては、センスを感じないですね、マルコトゥーリョ選手は。まあ、無回転蹴れるわけでもないですし、何かタイミングを外すというようなシュートをするわけでもないので、えー、相手を剥がしてから、結構バカ正直にですね、あの、シュートを打つので、キーパーも読みやすいですよね。えー、マルコトゥーリョ選手の、ちょっとシュート技術に関しましては、もう今後ですね、期待ができないと 感じさせられたまた、安西選手に関しましては、まあ、このゲーム、貪欲でございましたね。結構遠目の位置からのね、カットインシュートが非常に多く、まあ、そこあたりの距離感はやっぱり J3 と J1 ではね、全然違うということで、まあ、J3 だったらね、やっぱり自分の距離感でですね、ボールをうまく運ぶことができ、まあ、シュートに至れるんですが、ただシュートに関しましては、うん、可能性を感じず、 ただ、安西選手もマルコトゥルロ選手もね、一本ずつですね、まあ、決定的なのはございましたので、まあ、決め切ってほしかったのが本音でございますが、まあ、特にやっぱ延長になってくるとね、オープンな展開でもございますので、オープンな展開になってくるとね、やっぱフリーになる選手、まあ、特に鈴木トイチ選手に関しまして、やっぱスペース与えると本当にいいパス出しますね。まあ、それを感じた延長の前半でございましたが、まあ、決定機立て続けに決めきれず、まあ、特に木ムミの選手のですね、まあ、セービングがえげつない 前半得点奪えず、まあ、迎えた後半、まあ、長野エンジンかかりましたね、まあ、それに対して京都としてはね、まあ、宮本選手がま幅広い川エリアをね走り回って走り回って奮闘するんですけどもそれ虚しくですね、えー、長野、 コーナーキックで決勝弾、えー、杉颯選手のですね、このコーナーキックのヘディング弾、まあ、どこかで見たことあるような、ね、ヘディングシュートだと思いきや、京都の2得点目と全く同じでしたね、平戸選手が、えーわえー、蹴ったコーナーキック、まあ、平賀選手が合わせたのと全く同じく、まあ、真ん中にです、ねまあ、す鋭いボール供給されて、えー、合わせられるというキックの質でですね、まあ、もぎ取った、えー、コーナーキック で3対2、まあ、そこ以降強度としてはね、まあ、押し込みはするんですけどもうもうなんかバッタンバッタンでしたねもう結果、ゲームはそのまま終戦ともうリーグ戦に引き続きですねこのルヴァンカップも走り回っていた、まあ、宮本選手に特に、ね、申し訳ないと感じさせられたんそんなゲーム、まあ、各選手ね、ね色は出せたけど前半。 絶好調、後半失速ってリーグ戦と変わらずでございますので、まあ結果的にも、まあ、長さんの、ま敗、あ、采配の部分、まもともと延長最後のですね、交代の一枠、佐藤京選手を出そうとしてたんですが、まあ、展開見て土壇場ですね、北選手に変えて、その北選手のところで、まあゾンディフェンスなんで北選手だけではないんですが、まあ北選手の目の前でコーナーキックをやられての、まあ、決勝弾を与えてしまう、まあ、失点でもございますので、もう完全に、えー、その、 まあ、後手後手の采配、まあ、が、まあ、裏目に出てしまった。えー、もう、選手はね、本当にね、各選手特徴を出していたけど、これ負けてしまうのは、もう完全に、えー、ゲームプランの設計予備、まあ、調査の、うなんか、 ゴテゴテの災配がもうまさにですね、結果として現れた、えー、J3 長野に対する3人スコアだったのではないでしょうか。そこで、まあ、試合終わりに関しても、まあ、大田学士選手がサポーターの前でね、 え、消えてしまうなど、あの学グ選手がね、切れるぐらいでもございますので、チームを取り巻く状況はですね、非常に深刻なものでございます。で、また、この試合終了後のですね、監督インタビューはですね、もう個人的にですね、めちゃめちゃですね、印象強く、あの、まあ、長期제監督は、もう多分、怒りぷんぷんだったので、もう監督インタビューできなかったんですが、あの、長野の高木監督でございますね、あの、この監督インタビューの冒頭に関しましては、まあ、かつて長期제監督とは2016年湘南時代、 時代にまあ、監督コーチの間で一緒に仕事をしていてい、まあ、その時にね、すごいお世話になり、まあ、長喜寿監督とはいつか、まあ、ぶっ倒れるまでので、ね、すごい感動を呼ぶゲームをしようと言っていた間柄で、まさにそのゲームをね、今回繰り広げて、まあ、期で監督への感謝の思いをですね、結構涙ながらに、も涙出そうなってたんですけども、まあ、途中でですね、まあ、長野の話になり、もう、なんか涙引っ込んで、もう最後の最後はね、もう完全にニヤニヤしてましたので、まあ、 まずね。まあ恩師の恩師にですね。ま、インドを渡す勝利でもございましたので、まあ、感謝の思いとともに隠せないニヤニヤがですね。完全にサイコパスな役者高木監督のインタビューでえまあ、オチがついたですね。えー この長野 vs 京都戦のですね、レビューでございました。完全に高木監督はサイコパスでございます。そして次最後にこのゲームの MVP を一人取り上げていきたいと思います。えまあ、当然勝利した長野から、まあ、ゴールキーパーのケムミノ選手を選出。まあ、もうこの選手しかいないでしょう。 前半及び、まあ、後半はそこまで、サンガがチャンスなし、チャンスなかったんですが、まあ、延長前後半と含めて、まあ、試合も120分通してですね、まあ、2失点セットプレイでしているものの、まあ、流れの中からですね、まあ、京都、もう完全に長野を崩し切ったチャンス多くありながらもですね、もう完全に木の選手のこの横飛びセーブに何度ですね、サンガ得点阻まれたか、も もう完全にですねスイッチ入ってましたね。まあ、そんな木の選手のセービングで、ですねもう完全にえ長野としてもね、4失点ぐらいしてもおかしくなかったと思うんですけども、まあ、京都の、ね、前に完全に立ち塞がった守護神ということで、もうちょっと木の選手を忘れることはできないためですね、MVP として取り上げさせていただきました。本当に身体能力が、もう化け物級でございました。 以上、長野バーサス京都戦のレビューはここまで。まあ、そこで次の公式戦、J1 リーグ第10節、4月27日土曜、14時キックオフ、アウェイ、ビッセル、神戸戦でございます。正直、期待感は、薄いです。 まあ、J3 で苦戦するチームとの対戦後にですね、昨年の J1 王者、そして今現在も J1 リーグにおいてもね、絶好調のビッセル神戸でもございますので、もうめった打ちにされてね、まあ、長記事監督とのね、お別れにまあ、備えるのか、それとも、まあ、長記事監督、まあ、これまでね、かつて湘南時代をね、逆境を覆してきた監督でもございますので、まあ、長記事監督の、まあ、熱いミーティングのもと、各選手の動きに、 前半からですね、まあ、バチバチに神戸とたた戦い合うですね、あがきが見られるのかも含めてですね、まあ、長期で監督の進退をかけたゲームにもなる、ヴ、ま、ィ、あ、ッセル神戸戦。まあ、期待はしすぎずに、まあ、ルバンカップで印象に残った選手たちが何人リーグ戦で組み込まれるのかを、まあ、楽しみに、まあ、ここらで終わっていきたいと思います。最後までお使いいただきありがとうございました。 チャンネル登録、評価、コメント、追尾、Twitter、改め、アプリ x の方もフォローいただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。石文ジャップ TV でした。